さんこんばんは。こんにちは。おはようございます。今回は家族でキャンピングカー九州一周の旅、こちらに出かけてきました。日程としては5日間で九州を一周しようということで、ノープランで行こうというところで、うん、思いのままキャンピングカーで九州を回ったわけなんですけど、はい、いかがでしたか？行っちゃいます。うちました忘れてた。普通に何がピーしたの。緩い感じのプランになるかなと思ったんですけど、いやもう九州一周するっていう時点で全然緩いプランじゃないから全然緩い旅にならへんかったし、果たして九州一周はできてるのか。なんか動画見るの怖いもん。完成完成多分完成しきってなさそう。緩く見てほしいな今回は。特にあのチェックポイントとかがあるわけでもなく、うんうんうん、ノープランの九州旅。勇気のすごガーリビン日常ですこれ鈴みたいなもんや我が家では今回の動画は第1夜ということで1日目がね収録されてます。多分全4話ぐらいで放送される予定です。うすげえなんか冠番組みたいになってそんな大層なもんじゃないんですけど全4回ぐらいで公開される予定です、うん、まずですねキャンピングカーを借りないといけないというところで、今回はですね九州で借りました、うん。新大阪から博多まで行って、で福岡でキャンピングカーを借りると。でそこからぐるっと九州を回ってまた福岡でキャンピングカーを返すっていう流れになってます。新しい試みやな今回は。新しい試み、みんなで初めての新幹線も兼ねてます、うん、なるほど。ただ新幹線の映像は全然ないです。いやもうあれは無理やったな当たり前に当たり前に、まあ、ほぼキャンピングカーを借りたところからスタートしてるんですけど、うんうん、果たして、どんな旅になったんでしょうか。お楽しみください。ゆるくご覧ください。やっとですね新幹線に乗れました。めっちゃバタバタしたな。なあ電車といえば駅弁、本日買ったのはこの引っ張りだこ飯、はい、これさ今思ったけどさ、うん、瓶どうしよう。瓶あのお土産に持って帰れるらしい。え違う、もうどこにも容量がない持って帰れる容量がどこにもない。ここにはどない。それ食べたかってんな。ちょっとバタバタしましてですね、ただいま、キャンピングカーをですね無事借り出たわけなのですが、なかなか出発できません。チャイルドシートが取り付けられません。チャイルドシートを自分でつけるタイプみたいで、なかなか外れてんの。それはやばい。そこだって外れてもの、ネジ、いい大丈夫なの。ただいまの時刻が、13時50分ということでですね、果たして何分に出発できるのか乞うご期待でございます。ついでに本日はもう終わった。これでほんまに無理、ほんまに無理。これ新幹線で博多まで行って、うん、博多から地下鉄に乗り換えて博多福岡空港まで行って、福岡空港からさらに歩いてここまで来た。確かにこれがもうやばい道のりやったな、うん、今回は戦いやったな。戦いベビーカーともうマジで100キロ超えてるんじゃないかぐらいのキャリー、うん、巨大キャリーを押しながらパラパラ降る雨の中ここまでやってきたわけ。マジで地獄っていうのがこのことなんやなって、うん、こういうの体験すると、あキャンピングカーって買った方がいいんやなってしみじみ思うな。そうだろ、しみじみしじみ、はい、できた。できてない。いや口動かさんと手動かせこのしじみが、そんな中ですね博多空港で発見したこちら、なんと生どら焼き。ドラキングや。ドラキングのこちら抹茶味ですね。めっちゃ急いでたけど、うん、全然急いでたけど買った。いただきます。うん、うわカワ君抹茶が1位かも。そう、うん、まちょっと食べてみて。ちょっと食べてみてじゃない、これ半分こするっていう。あ、美味しい。え、抹茶めっちゃ美味しいな、うん、それでね、いちごがもうこんな感じで。まあ、いちごの季節ですか。うん、冬やから多分いちごが入ってるんやろうけど、これあれや、早く食べな、クリームがベタベタになるんや。待って、抹茶1位や。いちごがもう、いちごのでかさやばいよなこれ。ノーまあ一旦休憩してどら焼きでも食うか。もし次通ったら絶対抹茶買う。じゃあ作業再開。やばいって、後から来た人たちの方が先出発するんじゃん。ついでにですね、本日布団も持ってきてないし枕も持ってきてないしっていうことで、全部レンタルなのでね、借りるのは何も持ってきてません、はい、いやレンタルもしてません。レンタルもしてません布団ないです。チャイシーがな、うん、チャイシーはもう絶対必要やもんな。これからチャイシーをはぶる、うんことは今後ないからな、うん、残念なことやけど。6歳まではいるからな。6歳以上もいるやろ。あ、いらんのか。6歳以上は。6歳以上はもういらん。あ、そうなんや。
しかもここまで来るのにマジ取れたもんじゃないよな。ほんまに取られへんところが一番きついから、ね、ほんまにそれな。取れる時ってまだ余裕ある時やもんな。確かに。もう動画取られへんくなったら終わりっていうことは終わり。けど今回してるから、うん、グッジョブ。もう借りたもんだって。しかもこっからのプランもノープランやねんけど、どうしても行きたいおじいちゃんがやってるホットドッグ屋さんに行きたいねん。それはどこにあるの？見てみるわ今から、うん、お昼ご飯そこって決まってんねん。福岡おじいちゃんホットドッグで出てくる多分。何やそれ。西公園今屋のハンバーガーっていうところなんですけど、あ、ついでにオープンしてます本日。早く行きたいわん、わわわん、お腹減ってたん？マム。あ、ひょうはごめんな。おいで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 。お早く行こう。公園やで。はい、公園行きます。本日は、本当にね、調理器具とか何も持ってきてないんで、はい、購入したりとかもしないといけないんでね、お箸とかな。なんけど布団がまずないねんけど。久々の運転や。久々の運転や。よーし。よし。ということで、はい、ただいまの時刻がちょうど14時ということでですね、九州一周スタートいたします。ありがとうございます。現在地が福岡空港、行けるよね、徒歩10分らへんです。ということでですね、はいはい、ただいま向かうのが、西公園っていうところなのかな。なるほど。なんか公園のなんですけど、なんかハンバーグ屋さんがあって、めっちゃおじいちゃんがしてるハンバーガー屋さんでさ、うん、もうずっと行きたかって、なんやったらこの前一人で伊豆九州来たやん、うん、その時にも行きたかってんけど時間があかんくてさ、うん、けど今日たまたま今お昼の時間っていうことなので、うん、普通に公園ってこと？多分公園にあるあの言うたら出店みたいな感じやね。なるほど。そう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 。ここから、20分ぐらいです。はい。大丈夫か？大丈夫です。気合い入れていけよ。はい。すごいけど今回初めての試みじゃない？車を借りに九州に、車を借りに九州に来るっていうパターンは、そのために新幹線に乗るっていうパターンないな。ないな。なかなかない。初めてやな。絶対しんどいの目に見えてたもん。案の定やった。案の定一本新幹線後のやつにしたしな、うん、変更して危なかったな。全然間に合ってなかったな。これが旅行やな。運転はどないですか？運転は、うん、運転は全然大丈夫です。大丈夫？はい。よかった。それが一番不安。何が不安かって言ったら運転が不安、うん、やっぱこれカー君が運転できひんかったら終わってしまうからな。そうやな。いつも一応運転はできるけど、うん、やめとくわ。なんか保証大変そうやったから、うん、ぶつけたら終わりそうな感じの説明やったからやめとくわ。残り10分ほどで到着なんですけど、営業時間みたいなのがあるっぽくて、どうなの、あるのかどうなのかちょっと今定かではないねんけど、なんか15時っていうのをチラッと見て、もし15時までなんやったらもう無理や。やばいよな。ギリってるよな。これ登るってこと？これ登るってことやな。よし登ろう。おー、ぶつかるぶつかる。いいよいいよ。あ、ほんまや、西公園って書いてる。さあ間に合うのか間に合わないのか。結構広そうな公園な。めっちゃ広そう。なんかいろいろありそうな感じやったけど、すごい。逆にこんなところにあるんや。西公園やってるかやってないか分かりません。駐車場が空いてなくてめっちゃ遠いところになっちゃった。お腹減ってるよ。お昼ご飯食べてないから。見て。見た。第二の沖縄じゃん。割と綺麗なあ。綺麗よな、めっちゃ。ついでに残念なことにハンバーグ屋さんは、なんか臨時休業みたいな書いてあった書いてあった、うん、一応やってるって書いてあったけど、ストーリーで。あ、今日、うん、だから来るときちょっと気をつけた方がいいかも。じゃあハンバーガー屋さん見てみる？何を？ハンバーガー屋さんの風貌を。風貌行く、うん、いいよ。今屋のハンバーガーでいいんかな。多分やってないな。残念。ここだって見て。うん、書いてるやろ。本日休業って書いてあるんだよ。のまあまあまた次の機会があるでしょう。何気に最後って言って結構来てるから諦めてはない。諦めてはない。15時27分ということで、はい、ちょっといろいろですね、どこ行くか本当にノープランなので、はい、ちょっとどこ行くか決めてたんですけど、とりあえずお昼ご飯を食べてないのでですね、近くのラーメン屋さんに向かっていきたいと思います。で、このキャンピングカーのやっぱりあれ良くないところじゃないけど、うん、あの都会マジで向いてないから、そう、もうこれはサクッと食べて早めに
ちょっと田舎の方に行っちゃった方がいいんじゃないかなっていう、作戦な、ところではあります。とりあえず食べて、あと買わないといけないものもめちゃくちゃあるのでそれを買って、もう田舎の方に向かっていくっていう感じで、はいはいはい、都会から外れよう。あ、高さが言うて、いけるんか。あー、すいません、すいません、ゆっくりゆっくりゆっくり。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。優しい。こことかも高さやからな。これこれな。田舎は田舎で怖いな。これ田舎ちゃうけど、もし田舎でこんな見ちゃったら、なんかさ、いつも思うねんけどさ、キャンピングカーの上の部分ない車ってないん。え、それハイエースとかのあれじゃん。あ、これ怖い。え、これ怖ない。大丈夫やろ。え、左側の木なんか、いや、いける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 、全然いける。右側は、右側は分からんけど、え、まあ、これぐらいはいけるやろということで、この周辺はですね、立体駐車場などでキャンピングカーが入れない施設が多くなっております。いや、やっぱりあれやな、もうこれは今回の旅行は、やっぱ結構田舎に行きたいから、もうご飯食べたらズドンと、てかもう、てか乗っちゃうもん。そう、高速に乗ったら、だからサービスエリアとかで絶対食べれるから、さっき行っちゃった方がいい。じゃあどこ行っちゃう。じゃあそれを決めた方がいい。じゃあ一斉のでで剣言って被ったところにしよう、うん、行くで、一斉ので、宮崎。はい、はい、じゃあどうする、どうする。宮崎にしよう。大分。大分行って何するん。大分麦焼酎飲む。それ CM やん、大谷さんやん。ちょ、ほんまにこのままプラプラ走ってたらまた博多行くって。あ、そう、高速の乗り場でもうノープランで乗っちゃおう。違う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 、ほんまに助けてって。それは誰が助けるの。違う、無理やって。そんなじゃあさっきの立体駐車場入ろう、ラーメン食べに行く。ちょ、上の部分もげるって。ほんまにどこ行くか決めてって。じゃあ一斉のででいいよ、もう一回行くね。一斉ので、鹿児島。ちょ、ってほんまに。これはなかなか譲られへん戦いや。どうしたん。もう乗っちゃったらそれで済むんやから。じゃあ乗っちゃおう。うん、ちゃうちゃうちゃう、どこ行くかだけ決めたら。じゃあもう大分でいいよ。大分のどこ知らん。カー君大分って言って、大分の人が決めたらいいやん。あ、そうか。うん、そっち通るんやから、宮崎行くのも。分かったけど、高速乗ったら通らんでいいで、大分。分かったから。分かったから。そんなイライラしやんときや。今日は家族の初めてのみんなで九州一周なんやから。そうやな、うん、じゃあ右回りか左回りかどっちか知らん。そんなイライラしやんときや。今日はみんな家族みんなの九州一周。じゃあ大分で大分で大分で、え、2時間。じゃあ2時間後バイバイ。やばい、2時間後はやばい。てかさ、今から走ってたらさ、出てきたところで食べる、うん、もつ鍋とか食べたいもん。そうやな、明太入りもつ鍋とか、うん、どこも止まられへん。ショッピングモールってそういえば大体立体駐車場やったな、今思い出した。てか高さ 2.1 じゃない大体。うん、けど田舎のイオンとかやったら立体じゃないけど、平面やけど。ここが都会やからじゃん。あ、お腹すいたらほんま絶対あかんって。うん、うん、絶対このパターンでいったら絶対5時とか6時でご飯食べる。このままですね。え、高さ大丈夫これ。いやいや、さすがにこれは大丈夫やろ。福岡脱出。ちょっと大分の方に。はい、どっち大分。あ、そっちか。安全運転でね、危ないんで、はい、まあ、今回は下道とかも特に本当に決めてなかったので、九州一周っていうことで自由な感じで、たまにはこういう自由旅もいいんじゃないかということでね。家族の時は自由が効く、そう、一人の時は効かん。え、あのフェリー何。え、すごー、すご、何あれ。ああいうフェリーでさ、日本一周してみたくない。してみたいな。なあ、クルーズ船。そう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 。これ師匠が大きくなる前に乗りたいな。とりあえず大分に向かっていくという感じで、やっぱりちょっと都会は、うん、
時間の無駄遣いになってしまう。そうやな。そう、駐車場探すのにもめっちゃ時間かかっちゃうし、慣れてないからな、この大きいキャンピングカーに。が16時19分ということで、はい、サービスエリアにちょっと寄ってとりあえずお昼ご飯をみんなで食べたいと思います。これどこなんやろな。元山、元山って言うんや、うん、佐賀県らしいで。どういう感じになってるのか全然わからん。伊豆の大好きな北九州は通らへんねん。北九州、うん、最悪や。じゃあ出えへんや、伊豆の北九州っていう言葉。かちこいなあ、かしこみかしこみ言うてみこちゃんなんねんな、将来な。チャーハンラーメンセット、これってさ、あれやった自分で取るタイプの、あの、紅生姜。あ、紅生姜な、置いてなかったで。そんな置いてなかった。うん、17時20分でしょうね。もう今日は終わりや。パーキングエリアからもう動かれ、動きたくないよなっていうか、動きたくなくなった、ほんまに。いつもここで泊まりたいこのテーブルほんまにストレスやばいな。テーブルやばい、なんか潰れてるっぽくて。テーブルが、いや潰れてるっぽいっていうか完全に潰れてるよな、こんなん。え、だってネジ飛び出てるし、ここ外れてるし、これはちょっと不便よ。しかも子供ったりとかしたらさ、こう持ったりするから潰しそうでさ、怖ない？怖い。握ったと、え、なんか潰れたらなんか言われた、弁償みたいな。いや、なんか潰れないように気をつけてくださいって言われたけど、もう潰れてるしと思って。ということで、はい、こちらわらび餅福豊っていうのを発見しまして、はいはいはい、なんかここの名物や言うて、なんか甘いもん食べようぜっていうことでね。え、どうやって食べるのこれ。え、これどうやって食べるの。これはやばない。え、お箸ついてた。いや、ついてなかった。え、これどうやって食べるの。もう死んだ死んだ死んだ。じゃーん、誰がどう見ても箸が入ってないわらび餅。やめよう、もうマイナス点ばっかりやん。ほんまや、テレビ食べるわ、もういつ。もう食感が柔らか。どれぐらい、食べてみていい。おっぱいみたいな。うん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 、おいしい。おいしい、めっちゃ高いわらび餅。え、すげえ食感が。やばない、うん、何。もう師匠がもう最近伊豆が食べたもん全部食べたいって言って、もう何でも食べたいっていうような辛いのから、これって言って。わらびがうまい。おいしいな、うん、これはめっちゃおいしいわ。てかさ、うん、布団も用意してないしさ、今日寝れるかっていうか明日以降も過ごせるかどうか。何やったら今日泊まるとこも決めてないし。ちょ、落ちてる落ちてる落ちてる、エビセンが落ちてるって。どうすんの、この落ちたエビセン入れていいの。置いたもつかへんな。130キロもあるし、おい。しゃあないよ。あげたってちょっと。いやいや、ほらもう。ああ、そう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 、あげるや。じゃあこうやって肘つくのとか大丈夫。それぐらいは。やばいもう、じゃあマヨネーズ麺棒一枚置いとくな。17時57分ということで、やばー、めっちゃ会議しちゃった。なかなかうまいこと進まへんもんが、これがリアルよ。そういうこと。今からですね、久留米市に向かっていきます。はい。大分は、大分麦焼酎。大分行くを言うて、大分行くを言うてたけど、うん、変更言って変更。ちょっと近くの町が久留米しかなかったんで。朝や、買い物しなかねな。 そう、それを完全に忘れてた。もう5時やから閉まるとこ閉まってくんもんな。そうやな、ね、久留米、そういえば久留米来てんな。なんかラーメン通りとも言うみたいなのを教えていただいて、うん、そう、ラーメンがいっぱいあるところがあんねんけど、一部それが久留米に何かあったような気がする。あ、そうなんや。そう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 、そこでラーメン食べたよかったな。思った。そう、教えてもらったラーメン屋さんがあってさ、うん、前回行った時閉まってたからさ、うん、で今日行けばよかったと。できる、まさかあん時に行くって思いもしやんかったもんな。だってさっきのさっきやん、決まったの。そう、かわいいな、久留米市って響き。久留米、久留米ちゃんって感じ。確かに。おお、適当なってきてんぞ。久留米ちゃんってなんやねんっていうツッコミやぞそこ。ついでにですね、はい、私たちが購入したいもの、日用品とか、まあ、お箸とかね、はい、あの毛布とか
まあ、全部ひっくるめて日用品なんですけど、そちらが全部揃っているみんな大好き夢タウンへ向かっていきたいと思います。夢タウンってどっかからないよな多分。え、どこにでもあるわけじゃなくない？夢タウンって今から行くとこ夢タウンじゃない？いや、そう夢タウンやけど、みんな大好きって言ってたからみんな知ってる体で話してると思う。え、夢タウンみんな知ってるやろ。夢タウン知らん人おらんやろ。え、中西日本にしかなくない？あんで、兵庫とかにもあんで。西日本っすやん、兵庫は。とりあえず今日はもう来るだけですごいあの体力を消費してしまったから、うん、ちょっとゆっくりしたいなっていうので、ね、早めに。そうやな。あのいい感じのね、家族温泉、近くで発見したので、はい、そちらもね後ほど入っていこうかなっていう感じで考えております。楽市、楽市、楽市楽座。やばい、横の人撮ってると思われた。キマ Z Z は何なの？気まずいぜの Z。 おでかいな、大きいな。え、トイジャラスもあるやん、絶対売ってるやん。ニトリもあるの。え、マジここ来て正解やった。ロフトもある。え、何でもあるやん。ついでに今回服も削減されてるからな。うん、だいぶな。20時20分ほんまにないもん多すぎ。え、やばい、あのマジで一式全部買わなあかんから結局めっちゃ高なんな。なあ、これもまた勉強。まあけど今回5日間一応おる予定やから、うん、そうなってくると必要なもんもその分増えるよな。いろいろ買い物してですね、はい、今から、温泉に向かっていきたいと思います。そう、家族温泉なんですけど、はい、久留米市にあるところで、ちょっとサイト見た感じやったら、うん、なんか全部貸し切り温泉っていうか家族風呂っぽそうで、それはいいですね。そう、結構10個ぐらいあってさ、 A タイプ、 B タイプ、 C タイプみたいな感じで、うん、各それぞれ5個湯ぐらいあって、うん、そう結構良さそうで、こんな都会にあるんやっていうのを感じてる今。なるほど、それがいいよな、九州のいいとこ。九州は家族温泉が多い。そうだからね、みんなでね、師匠もいるので、みんなでゆっくり入ろうかなっていうことで。もう今日温泉入らへんかったら何のこっちゃ分からへんな。確かに、お前何しに来たかも分からへんもん。夢タウン行っただけやば。全然旅行感ない。一応月、火、水、木、金5日間。いや月終わったやもん4日やろ。火、水、木、金、金は返さなあかんからね。そうやな、帰ってこなあかんから。今回は多分スムーズにいかなさそう。まあけしゃあないよな、ベビーザラス行かなあかんからな。そう、我が家はベビーザラス行ってもうシナプシュのマグ買わなあかんからなほんまにお嬢を中心にね、うん、やっぱり行かないといけないんで、動画的にはあれなんですけど、まあ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 、その分一人旅は結構過酷で、これからもやっていきたいな思ってます。いつが、うん、この分。いや今回はまあボン旅でいう雨の方やから、雨の方の、雨の方にしたらきつすぎる雨の方のあの旅行みたいな感じやから、うん、次アップされるのはきっと無知じゃないかなと思って。雨に見えて無知。いやこれは雨よ。だって5日でそもそも九州一周できるわけないもん。普通に考えてな、うん、普通に考えて、普通の人は無理やかもしれん。泉の湯めっちゃええやん。止めれるのか問題。お、いけるか、さすがに厳しいか。いや、あ、いけるか。平面やで、ただ待つ可能性やあ、それは全然待とうや。あ、いけそう、こういうとことかな。あ、いや、広くていいねんけど、後ろないから。20時27分、泉の湯到着です。ということで、泉の湯ですね。あ、ちょっと入ってみよう。源泉かけ流しやってのう。泉の湯、なんとですね120分待ちということで、ちょっと別の温泉に向かいます。しかも120分待ちが3つやからな。そうやな。お風呂今日諦めます。はい、はい、アミティこんな感じやったな。アミティこんな感じやった。スライドしてな、ちょっとねベッドにして机で食べないで、私たちはここに置いて食べようかなっていう。お風呂入られへんかった、めっちゃショックやねんけど。ポテンシデンタルはめっちゃ下がったもん。だってお風呂入れると思って、だってお風呂のために九州来たみたいなもんやで今回そうということで晩ご飯します。本日のお酒紹介いっちゃってください、兄貴。やば、化粧品や。本日のお酒、ゆずもん。なんとですね、これはゆずとレモンのリキュールで、
熊本県人吉市最高やんで製造されてます。そういうのを求めてた。アルコールはですね、そんなに高くないよな。8%。8% 勇気、あと2%が足りてないさ。100% やから、あと92%足りてない。テンション上がってきた、テンション上がってきた、テンション上がってきた。そうさ、8% 勇気、あと 82% 足りてないさ。92や。すごい、これお土産にめっちゃいいよ。これすごい。じゃあ兄さん、割り具合は何対何でいきます？8対2やな。 2対8。絶対赤いのするわ。やっぱこういう疲れた時はこうグビッといっちゃわないと。なるほど、勉強になります。これをね、今回の旅は瓶を買って毎回チビチビ行くのが結果な。サステナブル。本日は全然進めなかったけど無事に、温泉にも入れなかったけど無事に九州一周スタートすることができたよに乾杯。乾杯。乾杯。飲まれへんで、これは。はい、うまい。うまっ。めっちゃ美味しい。薄いな。全然もっと入れていいな。うん、でも美味しい。いやいやな、こんな美味しそう。めっちゃ美味しい。これはいい。美味しいです。お土産にいいかも。確かにロックで飲みたい、うん、じゃあ本日買ったものを紹介しよう。はい、はい、まずこちらの鶏の炭火焼き、はい、そして半額になったかしわ結び、かしわ飯ね、そして半額になった海鮮、そして3割引きになっただし巻き卵です。なるほどなるほど。今回はなんか夜ご飯とかお昼ご飯が結構ギリギリ、そうギリギリやったから軽めのものにしました。キッチンで食べてるっていう。いや、てか何気にこれが一番いいんじゃん。もう布団にしちゃって。あ、そうかな。なんかだってあんなガタガタしたところで食べるのちょっと嫌じゃない。うん、いかがですか。醤油が美味しい。やはり醤油が美味しいですか。うん、この地鶏、うん、うまい。うまい。うん、スーパーのクオリティとは思えない地鶏感。うわ、美味しいよ、ね、めっちゃ美味しい。やっぱりめっちゃお酒進む系だな。うん、親友みたいな肩の組み方してくる。やっぱけどお作りが全然違う。めっちゃ美味しいわ、うん、同じスーパーやったとしてもさ、うん、ご当地行ったら売ってるの全然違うやん。そうな。そうやろ、楽しいよな、うん、スーパーでご飯買って食べるのが一番楽しい。ゆっくり食べれるし、最近のこのご飯事情としてな、うん、外でゆっくり食べにくいっていうのが。どこで寝る俺。上で寝ます。うん、向こうや、うん、うん、やっぱ全然足りへんわ。今日食欲すごいな。今日やばいな、だってお昼も足りひんって言ったもんな。うん、一日中足りひんって言ってる。何をアイコンタクトを取ってんの、うん、言葉どんどん、言葉どんどん、太鼓でどん、パンダ遊んだ、転んだ、起きた、そしてまた遊んだ。やっぱ夜になったらけど寒くなりそうじゃない。そうな、寒くなりそうな予感はする。人も全然来たわ。そこがミスやな、完全に。持ってこられへんねんな、布団とか。持ってこられへんねんな。前北海道で借りた時ってあれ布団付きやったの。あれ布団付きやった。そうよな、うん、結構いろいろと言ってたよな、無料で、うん、あの椅子も借りれたりとか、キャンプ道具みたいなとか、うん、だからやっぱキャンピングカーに適した場所で借りないと、うん、大変なことになる。とりあえず寝ますか。7時22分、全然寝られへんかった。
しかも7時22分じゃないからな、起きた時間は5時半ぐらい。事件起きてる。おはようございます。あ、おはようございます。ヒーターがですね、止まりました。夜、いや前回キャンピングカー乗った時ほんま暑いぐらいやったからさ、めっちゃ全然いけると思ってんけどな。ヒーター使えてたらあったかいやんか。そう、意外にちょっと寒かったな、夜。そうやな、他の電気使った覚えないねんけど。事件だらけやった。全然休めると思ったけど休まれへんかった今回。怖い、先が思いやられる。とりあえず道の駅開くのが9時なので、道の駅でね、いろいろちょっといっぱい買おうかなっていう感じで。あ、けど言ってあと1時間半やん。お風呂もどこで入るかやろ。また昨日の道のり戻るのか。そう、やばい。とりあえずあくびが止まらん。パシパシするしなあ、楽しなってきた。逆にな、うん、逆にハイになってきたわ。うん、もうヒーターさえついてくれれば。そうやな、なんかヒーターがしかもなんかついたり消えたりしへん。普通のなんか寝る前からなんかおかしかったな。あれやな、怪しかったよ。怪しかった怪しかった。あとあのまま寝てたら多分ここで死んでたで、ついてなかったよ。寝る前カー君がもう一回見てくれへんかったら、大丈夫。あと4日もあるから。あと4日もあるのにや。あと4日もあるから大丈夫やで。馬刺し食べようや。馬刺し食べようや。2日目も頑張ります。やば、2日目の頑張りますのオープニング、この部屋暗すぎや。現場からは以上です。現場からは以上です。娘と嫁は上で待機。いや寒かったな昨日夜。めっちゃ揺れるなこれ上。揺れるな。ということで何気にですね、ただいまの時刻が9時半ということで、今日は朝風呂入りに行ったら終わりそうやな言うてな。下行くの？下行きたいねんて。これ見て見て見て。容赦ない、容赦ない。こんなそれ自分で降りた。じゃあみんなで協力し合おう。お風呂入ってないから、みんなお風呂入ってないねんから協力し合おう。この用意とさ、片付けがいかに早くできるかによって変わってくるな。もしかしていいぞ、当たり前のことを言って。そうやで、だって当たり前の人間だから。はい、いただきますして。はい、いただきます。さつまいもパン、はい、どうぞ。1個食べよっかな、いつも。うわ、おいしい。めっちゃおいしい。自然な甘さやな。うん、もうさつまいもの甘さって感じ。それで、道の駅グルメです。道の駅グルメですね。うん、レストランがあったんで食べようと思ったんですけど、11時からみたいで。うん、なお馬刺し売ってたな。馬刺しも売ってた。野菜もいっぱいやし。ここの道の駅マジめっちゃ楽しい。発送したいもん家に。発送しようかなって言ってた。うん。さあどうする？さあどうする？ここや。うん。お風呂入って馬刺しありかも。買って宮崎か。とりあえずお風呂入らないと泉さん顔出し NG なんですよ。もうじゃあ泉さんの顔は今日は出てこへんってこと？うん、いいのそれで。いや全国の泉ファンが黙ってない。そうやろうな。うん、10時17分ということで、はい、道の駅久留米は出発していきたいなと思います。2日目です。2日目。いやマジでここの道の駅めっちゃ良かった。良かったね。もういっぱい買って帰りたいものがありすぎて、うん、マジ発送しそうになったけど、うん、多分もうこれしだしたらキリないからさ、もういろんな道の駅でもしたくなるからさ我慢したけど、馬刺し売ってた。そのまま食べれる状態で売ってた。そう、カットされてて醤油もついてる馬刺しが売ってたりとか、あの私が大好きな豚足ね、うん、ペビチ、ね、そう売ってたりとかしてさ。豚足の種類豊富やったな。めっちゃあった。あと野菜がすごいいっぱいやし、うん、もう移住しようかなってカー君に言っちゃった。普通に久留米に、うん、じゃあカー君がいいよって言ってくれたから移住先決まりました。久留米です。はい。いや、とりあえずお風呂入ったらまたスッキリして気合入りそう。そう。お風呂入らへんかったら次の日めっちゃしんどいな。めっちゃしんどい。気持ち悪いな、やっぱり。当たり前やねんけど。なんかもぞもぞする。わかる。寝てる時とかめっちゃ気持ち悪い。
あ、自分って汚いんやなって思いながら、うん、あの施設に行かなかった。わかる。道の駅とか。わかる。え、けどその一日入ってない日のお風呂が一番めっちゃ染みる。思ってんけどさ、昨日から外の景色とか全然撮ってなくて。そうやね。まず昨日 あれやったくない。降りてないか。雨やった？と雨やったよ。うん。あと夜やったっけ昨日って。え、昨日って昼じゃなかったっけ。昨日はもう必死すぎたんや、車借りてから。ちょっと撮ったで。え、ちょっと撮った。だって沖縄みたいって言って。いや、めちゃくちゃちょっとやん。だから今日ちょっと観光したいねんって。どっか、うん、けど行ったことないところが行きたい。あ、なるほどな。そうなってくるともうどこも行かれへんくなるからな。確かに。え、けどさ、宮崎の青島とか科学行ったことないやろ。ない。めっちゃいいところやね。もう一回行きたいと思うかも。あと馬ヶ瀬島も行きたい。馬ヶ瀬。明日とか天気良さそうやから。距離感。これ今日熊本行っちゃって、そのままビューンと行っちゃうっていう。ビューン作戦。だって15時までにはチェックインするっていう、もう予定で進んでたやん。大丈夫大丈夫。だから今日の寝場所を宮崎にしたらいいな。それ15時までに着かへん。やばい、ただ道路走ってるだけやもん。何買ってこられたんですか。秘伝ダレ。アリや、カードのこのベタベタものも買ってきた。いやいや、アリとか言ってたやん。やばい、唐揚げや。美味しいやろ。うん。どう。めっちゃ美味しいやん。めっちゃ美味しいよな。もともと味濃い唐揚げにさらに味を増してるって感じやな、うん、しっかり味付けされてる。いや、どっちが好きですか。なんかいいんですよ。お風呂入ってないレディーをこんな公共の場を歩かせるなんて全然優しくないってなるで。お風呂入ってないボーイもおるで。ボーイとレディーでは格が違う。男女差別発言や。ありがとうございます。スクラッチやろなあ。何買ってきたん。トバックか。なあ、トバックはあかんで。これはホワイトで。え、いいの。いや、いいの。こんな大金当たったらあげる。え、いいの。優しい。え、バレンタインの恋しい。じゃあ失礼させていただきます。はい、1等100万円やから。え、どうなったら1等なの。はい、来た、はい、来ました、5万円のチャンスです。はい、5万円のチャンスです。はい、来ました、来ました。1万円のチャンスです。これはダブルチャンス。はい、来てます。トリプルリーチ。はい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 。まずはい、来ました。5万円と1000円のチャンスです。はい、じゃあ5万円いきます。はい、はい、来ました。はい、1000円。え、1000円当たったで。え、俺1000円分買ったのに。いつもこの真剣な表情。いつもこの前スクラッチで1600円分当ててるから。いや、すごいね、マジで。いつが普段から賭博してるのをバラしてしまった。はい、来ました。100万円チャンスは斜めに200円。まあ、これは当たったな。1200円からちょっと得したな。え、もっと当たってんけど。もっと当たった。200円。はい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 。ということで、うん、戻ってます。通り過ぎて戻ってるんですけど、うん、なんか小籠包屋さんがあるみたいなので。そう、なんかちょっとここ何店舗かだけ小籠包あって、なんか有名なのかな。ほんまにちょっと2分ぐらい戻ったとこ。2分ってかもうそこや。ここですね。あ、そこ。あ、ここで行ってみよう。楽しそうやねんけど。ここね。ここですよ。気をつけてよ。おお、いいやん。やっぱこういうな、見つけたとここういうのがいいんよ。これ本来の我々、これだよ。しずく屋。なんか結構いろいろあったで。見てみますか。見てみましょうか。あ、で中で食べよっか、うん、キャンピングカーの中で、うん、小籠包10個パックと師匠に熊も小籠包大籠包。うん、よいしょよいしょ。上手。歩いてきた。南関小籠包っていうのがここの地名の小籠包やな。あ、そうやな、名物って書いてあるな。こういうの見つけたらやっていこうな。はい、楽しい。ということでこちら、ダダン、出来たて小籠包。こちらはこれ高菜入りやねん。高菜入り
も気にならん。高菜入りも気になるから2つ買ってみました。しかも1個80円ぐらい、安すぎ。安、え、こんな大きいのに。手でいくわ。もう手でいこうか。いただきます。いただきます。熱っ熱っ。うわ、おいしい。なんか小籠包と豚まん、肉まんの間みたいな。めちゃくちゃおいしいやん。めっちゃおいしい。え、でまずこのパンがめっちゃおいしい、うん、これ肉まん界でかなり上位きましたね。いや、来てる、うん、しかも小籠包な、一応ちゃんとなんか中はほんのりこう肉汁みたいなのが入ってる感じ。もう完全にお酒のあてって感じ。進みますね、姉さん。ここでゆずもん一杯いったらどうすか。もう終わりやん、ゆずもんいったら。どうせ運転しひんねんから。チュッ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 ハグ。テンション上がってきた。知らんやろ、この歌。知らん。一昔前に流行った歌やね。なるほど。チッチュ。チッチュな。10個やとちょっと多いかなと思ったけど、全然いける。これ全然いけちゃうやつやな。なんか重くない、うん、うわ、これは絶対食べてほしい。近くに行った方はぜひ。観光してなくてずっとこの絵面や、うん、昨日の夜から。そうね、そこはちょっと懸念点ではある、うん、けどこれがリアルよ、うん、果たして九州の魅力は伝わってるのかっていう。いや、今んとこ伝わってるよ。この小籠包でもすごいよ。小籠包は世界を救うよ。もうおいしい。娘よ、娘、遠き娘。娘でかなったな、えらい、うん、娘パン朝から2つ食べてるし。残り2分で、一応温泉に到着ということで。結構良さげちゃう。良さげやな。なあ、今んとこすごいいい感じ。見て、8つの神様やって。どこにおる。ここに書いてる、まつわる。どこにおるやろ。熊本和泉町っていう、ここ和み町っていうんかって書いてある。8つの神様がおるらしいで、あれで和み町って読むんや。絶対読まれへん。絶対読まれへん。三河温泉、やっぱ温泉多いな、熊本は。多いな。最高。左、左。あ、着いたで。着いたな。これじゃない。これや。湯気出てるとこ。これや、これや。着きました。はい、到着。着いたよ。お風呂入ろう。違うの、ここと。ここやん、ほら。よさげ。もう完璧。上限の月っていうところに行こうと思ってたんですけど。ちゃうとこ。まあでも全然雰囲気めっちゃ良さげやから。行ってみますか。行ってみましょう。あ、この辺か。結構いっぱいあるんやな。なあ。めっちゃいいやん。雰囲気良いな。うん、めっちゃいい。その多分右側の。こっちか。うん。シャシャボーやったっけ。シャシャンボーじゃなかったっけ。これね。ここですね。鍵。あー、やっと入れる。はい、家族風呂です。めっちゃいいやん。いいね。いいやん。ゲーやな。料金がですね、1800円1時間なんですけど、うん、なんか会員登録したら2時間まで利用できるということで、2時間利用できます。すごい。お風呂はね、ちょっと師匠がいるのでフラット系のとこがいいなっていうのでね、こんな感じと外も木の感じで危なくない感じにさせていただきました。あ、てかお昼に入るからそこまで寒ないからいいわ。ああ、でこれ閉めれるし、うまい、うん、全然いい感じ。2時間ゆっくりできるのいいな。嬉しい。楽しもうか、ゆっくりな。確かに2日分まとめて。で、この上の感じとか見て。どう、美しい。どうだった？3人で家族村に入りに来ることになった。なあ、こんな住まいねんな、3人で入ったら。なあ、こっちが温泉で、こっちがカフェということで、うん、なんか入ったらジュースもらえるよって言われました。今小籠包あるんだな。そうね、食べたいかも。また行ってみる、うん、めっちゃいいとこやん。違うんかな、味。あ、どうなの。それも気になる。食べてみてな。ばっかり食べてる。でもほんまに美味しすぎてもう無理かも。いただきます。全然違う。美味しい。こっちは優しい、どっちかというと。なるほど。
改めまして皆さんおはようございます。無事顔が完成されましたので、泉さんここで、マスクなしでのご登場させていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。顔出し YouTuber になった。そうやね、お風呂入らんかったらやっぱりなそこは NG やろ完全に。この温泉結構良かった。めっちゃ良かったな。だってさ会員登録するだけでさ1時間追加ってやばない？やばいよな普通に考えて。で、会員の人は電話予約で予約できるみたいで。平日はな。そう平日はで5時までやったらなんかその2時間なんかその1時間の金額で入れるよみたいな感じのプランみたいなやってて、うん、いや近くの人はこれもうめっちゃいいと思う。いいよな。めっちゃいい。今から熊本といえば馬刺しでしょということで馬刺しをですね食べに行きたいなと思います。イエイ。来た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 。やっと旅っぽいことしてきたよ。いやちょっと観光ができてないのかな。ちょっと残念なんやけどな。行かれへんかな今日。どっかないんかな。なんか、まあ、天気いいからな。えそうやねんな。ちょっと景色とか見るか神社じゃなくてなお寺とかなそういうとこお参りできてもいいなっていう感じなんですけど。もうこれ馬刺し屋さん着いたら、うん、今日一日終わりやと言っても過言ではない。いやそう思ったら十分楽しんでるわ。あそう、うん、今日の夜ご飯はちょっとせっかくやから鍋ぐらいしたいなっていう。そうやな。そうなんかな道の駅やってる間にさ買っちゃってもいいよなお肉とか。うん。あとアルミ鍋買わなあかんよ。そうなあ言ったやんだから昨日アルミ鍋いるんじゃないってじゃあいらんやろって次からいつやっぱ買うわ。もう悪いとこ出てもうた。いやほんまにやっぱカー君の意見聞いてたらあかんわ全然聞いちゃうねんなそういうとこも。なんか無駄なんかなとか思って無駄遣いなんかなって好きやけど思っちゃうねんやっぱり、うん、まあまあね。市都市行けそうやん今から。都市というかこう山菓子って書いてあった。あそう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 。だからなんか何かしらあるんじゃないかなっていうのと、あと毛布ね絶対いる。寒いからね。寒い。どうやって持って帰んねんっていうところにもなんねんけど、うん、とりあえず必要やな。寝られへんよ。寝られへん。もうあれめっちゃストレスやった。だから絶対毛布買う。あと枕欲しい。いや枕欲しいかも。そんなん言い出したらほんまいよいよやな。もうレンタルしといたらよかった、まあ、これも勉強代ということ全部勉強していくけど、うん、次生かさへんから勉強しちゃうそれただの無駄がねや、うん、けど大丈夫。カー君だってあれやんスクラッチで当たってたやん賞金。すごい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 。何ここ。あれ駅。いや温泉資料館。あ、資料館なんや。あと温泉もある。温泉もある、うん、へえ。すごいこの町。いつ通ったの。これは通ってない。この道を通ってない。あ、この道は通ってない。うん。え、すごい。こっちもすごいで。ちょっと行ったらこんな感じやったんや。え、クマもおる。絶対師匠いる。組んでたわ。桜湯が15時17分ということで、はい、もう間もなく馬刺し屋さん到着いたします。あ、ここやったわ。ここやったんや。いけるよ。いいやん、いいやん。結構大きそうやな。バサシア .com って書いてある。やってるよな。バサシアでやってるよな。競輪やったかな。すごいやん。タリアン。こっちはないやん。え、別に聞いてあるの。そうなん。15時51分ということでですね。はい。無事バサシ購入できました。いや、ここ良かったよ。めっちゃ。なんか冷凍じゃないって言ってたな。言ってた。だからめっちゃすごい新鮮みたいで試食もさせてくれて。試食した馬刺しがめっちゃ美味しかった。めっちゃ美味しかったな。塩コショウがもう美味しすぎてな、うん、お腹すいた。とりあえず今日はここまで終わったテレテテテテテ勝手に終わらされた。借りてる今回のこのキャンピングカー、うん、1日何キロまでしか走られへんってルールあるやん。ある。大丈夫。300キロやから全然大丈夫やった。ほんま、うん、よかった。全然進んでない。ほんま。うん。あ、これやいちご、スイカ。あ、いちご食べたい。師匠もいちご好きやで。そう。うん。知らぬい。知らない。デコポンな。うわ、デコポンいいな。うん。美味しかったら買って帰りたい。普通に知らぬい買おうか迷ってんな。そういえばこの前来た時。え、買ってみようよ、うん、食べてみたい。美味しいんかな。
ということで先ほどの馬刺し屋さんで購入したこちらの馬刺し、じゃーん、美味しそう。これは美味しそうですね。えらいええ値段やったんちゃいますか。めちゃくちゃええ値段ですよね。でしょうね。豚足と豚足も買って馬刺し、この2列、はい、100g ずつ、うん、合計 200g と、あと鶏刺し、うん、うん、鶏刺しも買って、鶏のたたきが 100g、うん、で、4040円です。鶏のたたき、あのお店で直接加工された馬刺しということで。そうやね、だからな、新鮮やしっていうのを言ってたな。馬刺しパーティーや、みんなでバサパしよう。バサパ、どう、めちゃくちゃ美味しいやん。これやばい、ほんまにうまさがな、うん、やばいで、やばいやん、ほんまにやばい。薬味と、うまっ、さっきじゃん、いただきます。うわ、このカー君さっきやばいわ。てかあそこの店でほんまに正解かも。いいところやった、めっちゃいいところやった。丁寧に教えてくれた馬刺しの、そうね、種類とかな、うん、こういうの食べて熊本来たなって感じよな、うん、あ、うまっ。米が足りへん、米が変わる。てかこっちの方が好きかも。油入ってる、そう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 、これめっちゃ美味しい、これめっちゃ美味しい、うん、この美しき赤身、うん、こんなことあっていいのやらか。え、これだけで4000円やったけど全然いいかも。まあ、豚足が600円やったから3400円やな。しかもさ、試食させてくれるのやばなかった、優しいな、うん、4切れもくれた、うん、キャンピングカーのいいところ出てきたな、うん、こういうグルメを食べれるからね、やっぱり。じゃあここで一杯行かせてもらいます。兄さん、トボ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 、そして薄めにと一杯行かせていただきたいと思います。運転する予定はないので。はい、アンパンマンです。これたくあん、ナナナいる、ほら、めちゃくちゃ実は続き食べよう。なんか消毒感がないんよな。冷凍のやつってちょっと消毒感あるよね。そう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 、それがちょっと気になんねんけど。何が起こってるの今。口の中がビッグバンし始めてる。ウズの口の中で新しい生命体が誕生しようとしてる今。じゃあ最後にグビッといかせていただきます。美味しい。どういう意味なの？なんか前その発祥の地に行ってんけど、知らぬいの、うん、調べたら、うん、この知らぬいみかんっていうのが、うん、デコポンの始まりみたいな、うん、元々。え、そうなん？で、それが後にその JA で販売する時にデコポンと名付けられたみたいなこと書いてあったんですよ。あ、じゃあデコポンも後から作られた名前なんや。あ、そうそうそう、デコボコしてるから。うわ、こんな剥きやすい。あれ、うまっ、うますぎる。これえ、やばいかも、うん、発送するわ家に。袋に入っても1400円ぐらいやつ。あ、そうなんや、うん、知らぬい、めっちゃ美味しいねんけど。みかんの歴史塗り替えてきたな。なんかめっちゃ甘くもないねんけど、うん、で、めっちゃ酸っぱくもなくてちょうどいい感じの濃いみかんって感じ。そうやな、味がこんな美味しいの変われへんな、大阪では。変われへんな、これは。めっちゃ程よい酸味。 RV パーク探します。RV パーク探す態度じゃないけど、このまま寝ます態度やけど。ということで、先ほどから全く画角が変わっておりませんが、はい、ただいまの時刻発表お願いします。17時29分です。こちらの道の駅、スイカの里植木っていう道の駅でですね、はい、お声掛けをしていただき、こちらのプリンの差し入れいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。もう早速ではあるんですが、食べちゃいたいと思います。食べちゃいましょう。かわいい、半袖プリンやって。かわいい、半袖これ。今日は珍しくね、道の駅で声をかけていただくことが多くて、no. しかも働いてる方な、うん、今のところ2分の2だね。あと1回道の駅行って声かけられたらもう、うん、あれや、言ったら100万円当たったと一緒や。そうやな。うわ、好きなタイプのプリンや。あの
焼きプリンや絶対。焼きプリン系めっちゃ美味しい。めちゃうま、うん、めっちゃ美味しいよな。うわうわ。道の駅錦に到着しました。人吉からちょっと行ったところですね。こちらの道の駅は RV パークが併設されているということで、あ、ここや。止まってる？止まってない。ブレーカーのスイッチがおかしいなことになってる。そうですね、あの RV1 の方なんですけど、ブレーカーのスイッチが倒せないというかパチってならない状態で。そう、そんなに事件ではないけど、RV パークのねコンセントを使いたくて予約したんですけど、うんうんうん、そのコンセントがちょっと壊れているというところで、うん、なるほど。で今からちょっと2番を試してきます。地の駅錦に到着しました。ということで泉おかみの作るお酒を作りたいと思います。ありがとうございます。兄さん濃いめで？あ、薄めで大丈夫です。じゃあ普通ぐらいで。今日は電気使い放題、最後に動画撮った道の駅からですね、だいたい1時間半ぐらい離れたところですね、うん、今はい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 、はい、熊本のだいぶ下の方にやってきました。じゃあとりあえずお疲れ乾杯ピーピーしよう。はい、お疲れ乾杯ピーピー。ケピー。古い。ということで本日購入したもの紹介というか本日の夜ご飯紹介、はい、本日馬刺しを購入したところで。なんで？はい、焼きそば。食べちゃおう。あーあー美味しい。チューチュー、チュルー。なんで普通に食べてんの？ということでですね、本日ケトルを持ってきております。言うたらケトルでございますや。まだ元気があるんや、そんなに。いつ寝てたもんな。1時間ぐらいね、運転してたんでね、みんな疲れ限界なんで。師匠はもちろん寝てるし、うん、泉さんも危なかったんですけど、うん、なんか1時間ぐらいほんまに無言で、みんな誰も喋らんかった中、うんうんうん、いきなり、うん、何怖っ、伊豆が、うん、天むすについて語り合おうぜって言って。それ言い出したらもうやばいな。動画撮っといて。もしか撮った撮ってない、うん、ケトルで顔映ってない。なんでなんで、天むすについて語ろうって言ってきたの。今日天むす食べてないでって言って。天むす、天むすって。エビ天が空を飛んでる。エビ天はもう揚げられてるから飛ばんでって言ったら、パッて急に起き出して、今なんか話してたって。で一瞬夢か現実か分からへんくて、カズ君と何かについて語ってたような気がして。語ってない、一方的に言ってただけ。前もエビ天とかじゃなかった？前はカステラが空飛んでた。何かが空飛び出したらやばい。本日馬刺しで購入したお店で買ったこちら、豚足です。炭火焼き豚足。そう、なんかこれレンジでぬくめるだけで食べれるっていうの書いてて、okay. 今回なんか電子レンジあるみたいなのでね。むしろカップ麺。123123、1個しかない。え、2個買った。でえ、カー君何買ったん？シーフード一緒のやつ。おー、シーフード、シーフード落とせよ。どう？入った。はい、入りました。はい、1分くらい。またまた炭火焼き鳥と普通の焼き鳥です。ついでに今何時なんやろうな。21時13分です。今日もキッチンでご飯ですか？ここが一番な、自由に食べれる。はい、ドゥルンドゥルン出ます。どうぞどうぞ。うん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 、美味しい。うわ、何気に美味しいわ、こういうご飯が一番。今日も振り返ってみましたが、やはり観光できなかったですね。え、そうやったっけ？そうじゃなかったっけ？まあ今日はしゃあないか。このトロトロ感やばい。昨日から1日経ってない気する。そうやな、全く一緒のことしてるもんな。だってまあもう熊本を下まで来たということで、うん、人吉やる。だってそうや、人吉まで来たから、うん、あとは鹿児島、宮崎行くも自由。
今まででさ、自由な旅あんまりしてこうへんかったからさ、戸惑うんやろな、うん、きっと。何したらいいんやろっけっていう。そう、どうしたらいいのかっていう。とりあえずもう今日は早く寝たい。そうやな、寝ようか。寝よう。ちょっといつももう限界かも。ご飯より眠たいかもしれん。食べるよりも眠いね。そうやな、寝る準備もしなあかんしな。ただいまの時刻が22時35分ということで、はい、本日は就寝したいと思います。おやすみなさい。おやすみなさい。明日は観光、多分頑張れる。頑張ろう。6時51分こんな早朝なのにベッドはなくしました。と言いますのも、もう寒くて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 震え上がるぐらい寒くて、それまず事件起きたのは2時半なん。エラー T12 って出て、昨日もエラー出てたんですけど、うん、なんか電気が原因かなと思って、うん、今日は外部電源みたいな、うんうんうん、ずっとさしてるし、うん、今もちゃんと外部電源になってる、うん、電気じゃないっぽいけど、めっちゃ切れるよな、定期的に切れる、切れつつ、しかもそのエラーの画面が全然直らへん。じゃあほんまにそれで何、1時間2時間ぐらい、1時間ぐらい戦ってたやろか。いや、もっとすごかったね。そこから4時半まで戦って。最悪、さっきやん。うわぁ、めっちゃ早起きやけど。早起きなんじゃないで、ずっと起きてんねん。ほんまにずっと起きてるって、ほんまにやばい。ほんまにめっちゃ熟睡できた。最初の3時間だけ、あのおやすみなさいって言われてからの2時まで。家具ヒーターって言われるのが怖くて。だってもういつ寒くて目覚めたもん。絶対ヒーターおかしいと思って、結果君優しいから、またヒーターのことあったら声かけてって言ってくれたから遠慮なく声かけた。目覚めたらなんか意外にスカッとしてきた。どういうこと？分からん、さっきめっちゃ寝不足でも無理やわって思ったけど、今カー君とこうやって喋ってたらなんか治ってきた。バイク売るところまで追い詰められてんの。どういうこと？分からん、やっぱ寝不足の時に考え事したら良くない。この旅を中断するとかじゃなくて、バイクを売るに行ったの。連想してバイク売るところまで。え、じゃあ伊豆のあれや、天モスと一緒やな。限界来たらそこまで行くんや。おはようございます。おはようございます。九州旅3日目。はい、九州一周って名乗るのをやめます。やめてください。無理やった、無理やった。ただいまの時刻はついでに10時です。夜寝られへんから、日が出てからしか寝られへん。そうやねん。で、ついでにさっき終わったんですけど、その後ここをちょっとだけ開けて寝るっていうマジ意味わからん寝方をしたんですよ。足を、足を、じゃあ、そう、まあこんな感じで、こんな感じで寝てた。で、これしてここに布団かけたら、ここから上がってくるからまだあったかかった。あ、なるほどな。けどめっちゃしんどい。しんどい、頭ガンガンする。頭がかかる。そんな感じで、そんな感じでですね、一応ちょっと借りたところに電話してみました。あ、何回も切れるから、うん、あ、確かに原因がな、とにならないな。昨日もなったかな。そうやな、とりあえず行きますか。道の駅錦ですね。ちょっと朝食を買おうかなと思います。いろいろありましたが、旅はすぐ出てきます。朝食をいい感じの公園があったのでね、はい、昼食を食べていきたいなと思います。お風呂には入っていません。幕の内弁当めっちゃいいやつ買った。めっちゃボリューミーや。お腹めっちゃ空いてるやん。いやけど師匠とは結構やから。いずこれぐらいボリューミーなやつじゃないと。そうだ、ご飯食べたら元気になるっていうしな。そうやね、ご飯食べてお風呂入ったらほんま元気になる、うん、けどその時間帯が、うん、あのもう3時とかやな。もうご飯食べてお風呂入ったら一日終わんもんな。そうやね。いただきます。サバとこういうなんかちょっとしたお酢の物みたいな卵焼きときんぴらとウインナーが入ってました。うん、優しい味わいや。朝からこんなん食べれたらいいな。長いねんな、朝がな、トラブルで。確かにスパッと起きられへんし、今日もなんか電話してめっちゃ時間かかったし、うん、何やったら寝れてないからな。寝てしまうよな、あの暖房ついた瞬間。そうだね、暖房ついた瞬間ぬくもり出した瞬間、体が寝ろって言ってね、うん、エラー出たら換気してくださいとか言う。
言われて。どういうことなの？分からへん。寒いのに換気なんかできん、うん、確かに十分寒いのにな。なあ、一酸化炭素がとか言うけど、うん、あのヒーターで一酸化炭素出たら終わりやろ絶対。はいはいはい、ほじほじしない、ほじほじしない、はい、ほじほじしない、ほじほじしない、ほじほじしない。なんだかんだで道の駅人吉に到着しました。やば、もう道の駅から道の駅来ただけやん、うん、どうしていいか、完全にペースが崩れてる。やばい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 よ。また返さなあかんっていうのはこの自由に聞かへんよな。そうやな、やっぱ考えなあかんからな、行き過ぎてもあかんし、うん、にゃんこ先生グッズか、ここで。じゃあ呆れたいざ人吉の道の駅のリサーチでもしてくるわ。ということで風呂の入ってない小娘ですが、今から人吉市の道の駅をリポートしていきたいと思います。というのもですね、もしかするとにゃんこ先生グッズが、何か手に入るんじゃないかなということで、スパッとですね、時間がないので見ていきたいと思います。あついでにこの赤べこみたいな、これはお家に飾ってあります。人吉大好きなので玄関にね飾ってるんですよ。あ、全く一緒や、家にあるやつと。何これ、味噌屋のスイートポテトやって、美味しそう、食べてみよう。ということで何気になんかいろいろいっぱい買っちゃった。ん、コウ君どこ行ったの。帰りなさい。また買っちゃった、これ。あ、醤油や。にゃんこ先生醤油。これ熊本人吉さんのゆずこしょう。味噌屋のスイートポテト。どういうこと？どういうつながりがあるの？味噌のスイートポテトらしい。そんなスイートポテトちゃうやん。そうやろ。これ買ってきました。道の駅人吉を出発してですね。はい。今から向かう先の発表をよろしくお願いします。道の駅霧島です。道の駅じゃん本当に限界を迎えてるかもしれん。嘘、引き返せんでもだ。どこに引き返すの。宮崎県に行っちゃう、このまま。宮崎は引き返してないやん、だって進んでるやん13時54分、霧島温泉郷に到着しました。分かった、ここどこか。温泉市場、そこに参った。あとさ、あれちゃん、あのどっかさ、うん、天然で湧き出す温泉みたいなの行かんかった、鹿児島の。多分行ったと思う。その時に通ったんじゃない、うん、ここ。まあまあ、ええ景色やな。なあ、うん、寝てた。全然じゃない。寝てた。もうちょっとで行ってます出てきた、これ。これ何これ、珍百景認定されてるで。どう行くのかしら。あ、上もあんで、駐車場買うか。鹿児島黒豚しゃぶしゃぶ御膳。じゃーん、ちゅうちゅう、はい、ちゅうちゅう。久々の相当ご飯じゃないでしょうか。なあ、あったかいご飯やな、久々に食べる。ちろん、上手。鹿児島といえば、うん、さつま揚げ。あ、それもついてるんや、うん、うわ、めっちゃうまい、さつま揚げ。さつま揚げ買いたいな、うん、豚肉を買ったら。あ、確かに鍋があるから、しゃぶしゃぶはできるんや。え、塩や、今日の夜、うん、もう近くでさ、泊まって、うん、今日は回復のために早めに、もうゆっくりする。うん、水はネギと薬味をちょっと入れて、いただきます。でも、あれやな、全然違うな、普通の豚肉が。味が、甘さが際立ってる。回復してきた。しゃぶしゃぶで神話の里公園にやってきました。これなんかトレインに乗って上まで行かないといけないみたいで。そう、階段やったら一応300段以上あるけど10分ほどで行けるよって。あ、そうなんや、うん、そうやな、階段もあるんや。そうそうそう、迷いどころやな。買っちゃったやん。あ、そうか、券買っちゃった。え、2人で200円なの。2人で400円。あ、そうやな。ちょっと待ってる間にこの後のプランをいろいろ考えてたんですけど、はい、先に RV パークを予約しようということで、はい、九州に RV パークスマートっていうのがたくさんあるんやけど、うん、でネットで予約して、セルフチェックインできる施設やねんけど、うんうん、それが鹿児島にはない。天文館にあったけど天文館は満車ということで、うん、この場合ですね、うん、どうなる。この場合は宮崎に行くか、うん、今日泊まったところまで戻るか。うわ、そこは考えてなかった。なあ、あ、これや、青島、うん、そう、だから諦めるしかない。そこまで行っちゃったら、ここやったらちょっと下がったらいけるんじゃん、明日。逆にな、うん、もう
でそのまま一気に上がっちゃうってことで、宮崎が動かへんっていう決意。あ、でもいいかも、それでもいいかも。今日だってこれ終わったらもうそのまま行っちゃって、お風呂入ってお風呂入って向かう、お肉買ってて向かう向かう。うさぎさんいらんかった。いや、うさぎさんは見なあかんやろさすがに。二人ともイブクイックやからな。二人ともイブクイックやから。そして師匠がめっちゃ眠そう。ちょっと遊んだお昼寝する、みんなで。いや、あかんあかん、ここで寝たらもうほんまに終わる。そうか、とりあえずウサギさん見て心癒されて考え直そう。分かった。はい、ありがとうございます。このロードトレインは芝間を経由してクラブハウスに6分で到着いたします。めっちゃ景色いいよな。景色ほんまに上上がったらもっと良さそうだな。まあ初めて来るとこやしな。そうだな。え、めっちゃ綺麗やん。なん。ここですね、山の中腹区間でさっきの列車から降りたんですけど、うん、ここからはさらにリフトでですね、うん、上まで行って、うん、でボブスレーで下ってくると。じゃあ行ってくるでい。止まるやな、さすがに。えっ。滑りが甘いな。これ多分一番このプラスチックがむき出しになってるところが多分一番早い。行け。もうこんな遊びしてていいんか。うわ。16時55分ということでですね、こちらの道の駅を出発して今から宮崎県に向かっていきたいと思います。よく考えたらさっきのスライダーって全然鹿児島っぽくなくない、うん、やばだってけど、何これ珍百景にほら認定されてんねんで。まあ、そうやろ。うわ、どうする、スーパーコアもやめとく。逆方向2、5分行ってみるか。一応なんか地元のローカルなスーパーやけど、たたきとか売ってるって書いてあったから、もしかしてお肉売ってるかな。伊豆がスパッと見てきたろか。分かった。5分やから、こう、ここうん、そうやめとく、やめとこうかな。え、そうなん。あ、行くわ。ここをグリッと行くのがキャンピングカー旅やろ、やっぱり。そうやな。なんかこれを降りたら、うん、ちょっと街っぽい感じやねんな。そう、街っていう言うんかな。嫌やった。嫌 やな。嫌やん。うん、行っちゃおう。はい。あ、そう、まっすぐまっすぐまっすぐ。はい。ちょっと適度な運動したらすっきりした。いや、わかる。やっぱ運動もしなあかんな、の階段の上りより大事。え、もうなんかさ、わかる、ようわかるけど、めっちゃ楽しかったんけど、あれ。ほんまに何回も滑ってた。何回も、てかもう一回滑りたかったけど、さすがにちょっと寒すぎて諦めたけど、なんであんなみんなしいひんねやろっていうぐらい楽しかった。しかも芝生滑るんじゃないねんなと思って、プラスチックを滑る。プラスチックやな。だからめっちゃ速い。もうマジシュンって。イズの体重がズドン。いらんこと言った、また。かっくん、最近いらんこと言いすぎ。この辺にある。え？え？この辺。見落とさんようにな。見落としようがない。これ。これやんな。うん、ここ。どう、チカチカしてみて。え、やってる。寄ってそうじゃない。寄ってそう。すげえ。お作りや。そう、美味しそう。買ってきた。次、鍋焼きラーメンと鍋焼きうどんやったらあったけど。ああ。いい。かまでいい。うん、冷蔵庫入れとく。そうやな、つけた方がいい、冷蔵庫。そうやな。とりあえず、温泉にね、はい、向かってるわけなんですけど、ここから約73キロ、1時間12分です。遠いな。ちょっと遠いな。けど RV パークは本当にそこまで行かないとないっていう感じなので。そうなんです。厳密に言うとあるけど、ちょっと予約が間に合わないと。ああ、そうやね。いや、そう、それも気をつけなあかんな。普段やっぱ利用してなかったらこういうところでな。そうやな。うわってなっちゃうから。道のりはだいぶ長いようですが、はい、本日も寒くてなんか眠れそうにないっていうことなので、はい、布団あったら追加購入しようかな。布団何枚買うねんっていう。宮崎県入りました。いい、どうぞ。うわー、お風呂入りたいな。やばい、お風呂入るで。早く入りたいな。今日はずっと一日お風呂入ってない。
伊豆やったやん。そうね、それが一番辛いよな。目元とかもう真っ黒やもんな。なんか体調悪いんかなっていう目元してもんな。リュウキル何気に3日間終わったで。早かったな。うん、3日間終わったけど何気にちゃんと鹿児島まで来てるしな。まあとりあえず来てるのは来てるな。来てる、今んとこ来てる。明日宮崎あったらまあまあまあほぼコンプリートじゃないっていう。大分、佐賀、長崎行けてない。そう、あ、行けてない。うん、あとですね、1分で家族風呂に到着します。あー、やっと入れるな、お風呂。遠かったな。遠かった。宮崎空港の近くということで。はいはいはい、本当に空港のすぐそばですね。すぐ帰れんな、飛行機でピョンとピョンと。ついでに小倉が近くにある、まあ、近くっていうか、まあ、15分ぐらい。ああ、近いな。割と近い。入り口はこの裏ということで。あ、ここ。うん、こちらってここちゃう。あ、うん、あ、これや、こんなんやったやん。あ、こんなんやったわ。え、すごないこれ。これすごいな。どういう温泉。あ、空いてるところはこうなってるみたいな。へー、あ、違うか、違う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 。家族風呂に到着しました。ということで、本日の家族温泉、いい感じやん。こちら、内湯があってですね、うん、外に露天風呂があるんやけど、これはなんか寝湯って書いてあった。浅い露天風呂ということで、皆さんこんばんは。こんばんは、師匠がですね、お眠りされてるということなので、はい、ちょっと小声でお話ししたいと思うんですけど、先ほどですね、実はサクッと夜ご飯を食べてまいりました。全然、ただいま道の駅フェニックスに到着したんですけど、はい、アルバイパーク思ったより遠くて、そう、1時間以上かかるっていうことやったので、さすがにもう今日はね、進むのができないということで、急遽近くの道の駅でちょっと休憩するっていう感じで、休んでから明日出発しようかなという感じで思っております。はい、で今日は本当に2人とももう寝不足すぎてやばいので、限界ですか。限界来てるな。けど夜ご飯なんか車の中で食べる予定やったので、うん、この鶏ささみだけね購入してたので、こちらこれだけちょっと食べて軽く晩酌して、今日はもうスパッと寝ようかなと思います。はい、これすごくない？3月1日までもつって、すごいな。すごいよな、自撮り。そう、今日途中で寄ったあの、なんていうの、商店。なんか外から見た感じが何にも並んでなさそうだ感じだったよね。お作りだってほんまに並んでた。めっちゃ本日九州旅3日目に乾杯。お疲れ様です。お疲れ様です。もう今日の映像とかどうなってるか全然想像つかへんです記憶がない。伊豆ソリで一生遊んでたくらいしか記憶ないわソリのシーンなんかほぼカットやろ、あんなソリのシーンほぼメインで使うやろいやいやいや、ささみの作り結構珍しいかなと思って。うん、確かに。おいしい。めっちゃおいしい。めっちゃおいしい。待って、ささみってこんなおいしい？食べた。めっちゃおいしい鶏で一番おいしない？鶏界で一番うまい。ほんまにおいしいわ。お箸だ、そっか。これはモモってことやな、多分、うん、皮ついてる方は。だけどご当地のもん食べれてるだけいいわ。馬刺しも食べたし。馬刺しも食べたし。うんうん、おいしい、うん、こんなおいしいんやったらくら寿司ちょっとにしといたら。わかる、めっちゃ食べてた。いつもな、うん、めっちゃ食べて2700円やったで。父はなんかうどん2玉2人前食べて。じゃあそれ今回ね、九州旅で結構な声かけてもらえることがな多いな。そう、嬉しいことが多くて、今までこんなんなかったよな。絶対なかったよな。しかも九州でやで、1日1回声かけられてる。そう、絶対声かけられてるんですけどね。そう、声かけられた方たまたま写真撮ってくださいって全然言われるのでね、うん、あの全然それはあのお撮りするんですけど、うん、今日に限ってはもうマジでお風呂も入ってないコンディションが悪かったね。コンディションがめちゃくちゃ悪くて、うん、マスク取っていつも写真撮影、うん、
お願いされたらするんですけど、うん、マジで今日だけマスク取られへんけどお風呂入ってないからマスク取れないですとか言われへんやん、うん、もうめっちゃ申し訳なくなっちゃって、もし見てたら、お風呂入ってなかったらすいません、ボロボロで申し訳ないです。初対面の人にお風呂入ってないんでとか言われへんな、お風呂入ってないんでマスクちょっと取れないでって言われへんけど意味わからんもんな。けどさ、もう目元とかもさ真っ黒やしさ、多分もうめっちゃ疲れてるやんか、だって寝不足3日目やで今日めっちゃ申し訳なくなってさ、もうほんまに明日声かけられたらもっとボロボロなんじゃないかなと嬉しいねんけど、すごい嬉しいねんけど、うん、こんなボロボロな姿を見られるのはちょっと恥ずかしいな。そうね、1日ずつコンディションが悪くなっていくから。そうやね、そうやね、なんとか今日回復したいところだね、うん、たいな。今日はね、あんまり寒くなさそう、うん、今日はそんなに寒くなさそうだった。外出た感じ、風もそんな吹いてるわけでもないし、うん、一応毛布買ったんですけどどんだけ毛布かもう無理やということで、うん、まあ、毛布買いました、うん、まあ、レンタルするのと一緒ぐらいの金額なんで、うん、え、じゃあ買った方がいいよ家に増える方がいい、それやったら、うん、我慢ならずにね、うん、NO も買いました。そうね、眠たい、眠いっていうか、なんか、うん、今から寝る準備するのがもう夜コン取ってほしい。え、わかる、めっちゃわかる。でもいつも夜来てほしくないね、だから寝たくもないし。あ、今日も一日始まった時にさ、いろいろ今日もいろんなとこ行ったけどさ、何で夜コン取ってって思った思ったよな、マジで夜コンやっとって夜のこと考えたら吐きそう多分お風呂入ってる時も夜のこと考えてたから余計に吐きそうだった絶対そうや、ヒーター消えたって。いや、それいつだよヒーター消えたって、それいつようわからんエラーの画面とにらめっこしながら、いつも起きてんねん、別に寝てないで、まあ、ヒーターなしでも寝れたら、うん、起こしたらあかんってこと、もし寒かったりしても。いや、起こしていいけど。寝ますか、じゃあ。寝ますか。じゃあ明日は頑張って元気を取り戻して観光していきたいと思います。おはようございます。昨日はヒーター使わずに寝れるぐらいの感じでした、うん、確かに。そうですね、4日目の朝、みかんとバナナからスタートです。動物園みたい雨やねんな、見事に。大雨、残念やな、こんな景色いいのにな。それどこの名物やった、大分やったっけ。熊本、帰り熊本寄って帰ってもいい。じゃあ熊本行く。また、うん、やば、熊本おったらよかったよ。朝ごはんにこちらの、はい、じゃん、チキンナンバーパン。チキンナンバー屋さんに行くと思われるんですけど、すごいボリューム。うわ、野菜がシャキシャキや、うまい。トマト美味しい、うん、チキンナンバー挟んじゃえばいいね、パンに。うまいな、うん、どうですか、お腹いっぱい具合が。うん、うん、うん、お腹痛いって言って昨日めっちゃお腹痛くて、なんでやろう食べ過ぎかな、普通に。そんな食べないの。ぐんぐん食べないけど、ただいまの時刻はついでに9時半ぐらい。それぐらいです。10時です。うわ、今日雨やで。今日はもうさすがに、もし過ごすってなったら、うん、もう車内になる、ずっと。まあずっと車内やったけど、3日間ほぼ。ただいまの時刻が11時9分。おっと、決して無駄なことをしてたわけではなく、本当に片付けしたりとか用意したりとか、行き場所を考えるとこんな風になってしまいました。まあ雨なのでね、特にちょっと観光とかができなさそうなので、せっかく綺麗なねところなんですけど。昨日ここの道路さ、すごいなんか走り屋みたいな、え、通ってた、カバーン、そう風で揺れへんかった揺れたんか、揺れたんかな。いつもカー君が寝返りを打つたび揺れるからそのたび地震なんじゃないかなと思って目覚めてたけど、フォンフォンフォンって言ってみんな道の駅入ってくる、うん、そうやね、だからトイレな一人で行かれへんくてナイズ、めっちゃ怖かったし、いっぱい溜まってたな。夜に走るんやな、夜に走るんやな、やっぱりな。てかさ、ヒーターつけずに寝れたんすごかった。すごいよな、朝方ほんまちょっと寒いなぐらいでつけたけど、うん、それぐらいあったかいんやと思って、だからこれぐらいの時期がいいんやな、やっぱり。え、青島こんなとこやったかな、この辺やな。あ、そこに止めたんや、伊豆。そうやろ、うん、ここですね、パラボラチョカフェ。
フォーパフェね。きたー、焼きがきたー。めっちゃ終わりや。やばい、消えた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 、どういた。絶対びちょびちょやん。もう帰ってくるとき、てつら、あれや、強風に吹かれる。やばいやばい、強風に吹かれる、あれや、ビジョンフリーゼみたいになってる。こうやな、これぞこれぞマンゴー観光、マンゴーカフェ、イエイ。いや、おいしそうじゃん、じゃーん。これぞ宮崎、宮崎といえばマンゴー。ありがとう、買ってきてくれて。これ1300円やから、高っ。そうやろ、めっちゃ高いやん。宮崎県産マンゴー使用してるから。いただきます。うわ、マンゴー美味しい。うまっ、ほんまやん。ベッドやからめっちゃ美味しい。宮崎産のマンゴーの味や、うん、無理、マンゴー美味しい。てかバニラアイスとめっちゃ合うやん。なあ、うん。ズバリこれは158万点ですね。出た、今日の青島観光に向けての。うん、まあ、頑張ったらっていう感じやな。え、普段こういうパフェ絶対食べへんって言う。食べへんの。しかもこのマンゴーとフルーツのった、うん、これはほんまに美味しいやつや。美味しいやつや、これ宮崎県産やから。じゃあヤニ、ヤニ冷凍してこんな美味しいやつらさ、冷凍マンゴーでいいわ。じゃあこれ食べていい。うん。えって何してるん。雨の中買いに行ったのに、なんでそんなことができるん。あげるじゃん。もうどうや、チキン南蛮か。もう無理や、さすがにこれ食べてチキン南蛮はもう無理や。もう無理かもしれん。余ったれてるやん。いやマジ、小倉食べたかってんけどな。小倉ショーとかないんかな。小倉ショーな。犬化ショーのイントネーション。どっちかというとノーベルショーの方やろ。なんかセンスが違う。え、カーテンのセンスとか悪いやろ。犬化ショーよりノーベルショーの方が面白い。ノーベルショーって何か分からない。まあもう外は無理やこれ。で、とりあえず多分外は無理やこりゃ。うん、日本昔話みたいになってる。日本昔話でありそうな今の状況のタイトル。あ、わかった。マンゴーパフェでダメだこりゃ。言い方やん。おじいさんとの車内での密会。宮崎グルメですね。3つ目か4つ目、チキン南蛮味ショーっていうらしい。なんかおしゃれやな。これちょっとテイクアウトしていきます。行きましょう行きましょう。はい。ビタミンってどういう意味なんやろ。え、いつこんなとこ来てた。いや、来てたって。ビタミン C のビタミンちゃん。え、ほんまに来てた。うん。ななななななな、チキン南蛮。あかんって、著作権的に。いらんの、ほんまに。え、いやいやいや、食べて食べて。さっき全部くれる。全部あげるよ。いらんの。当たり前に。いいの逆に。一旦全部あげるって言ったんやから、もう全部あげるよ。男の中の男。じゃあチキン南蛮宮崎っぽいいただきたいと思います。最後の宮崎グルメですね。うん、ゆずの味がする。なんとですね、こちらゆずタルタルです。え、タルタル選べるの。選べるタルタルです。珍しい、ゆずにしたん。いずゆずが好きかな思って。いずゆず意外に美味しい。食べれんじゃん。うわ、うん、おいしい。この揚げ物やけど、ゆずタルタルはさっぱりしてるから、うんうんうん、さっぱり食べれる。な、おいしいな、全然。めちゃくちゃおいしいやん。なんか意外とお腹空いてるな。だってちゃんと食べてなくない。え、めっちゃちゃんと食べたい。鶏のやつ。え、俺朝ごはんじゃなかったの。え、あ、朝ごはんやったの。じゃあ任せて、道の駅グルメ買ってくるから。お願いします。いや、あのさっぱりした泉チョイスで。みかん系。伊豆の財布がなくなり、現金も返してもらってないから。あたいは財布の中、ゼロ円なんだな。よし、金だけは返してもらおうか。金だけ返せ、このクソ泥野郎が。返して、かんかんお金。返せ、クソ泥が。1,2 やで、1,2する場合は7,000円やったらすぐ返せるけど、
これで最後。え、じゃあそれ現金返してもらったら無理だな。また貸さない。現金返してもらったらまた貸してもらう。え、それだけしかないやろ。金ないけど一旦返すわ。え、それやったらいいよ。返させて。さすがにそんな妻にお金借りたままなんて生きていかれへん。飲み物はいろ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 結構がっつり食べれる。今日めんどくさい。それはそれは無理。それは現金支給させていただく。当たり前にその食費まではいず支えられへん。だって新妻やもん。いいね。ほぼお帰りなさい。買ってきた。いろいろ随分と長かったね、うん、マンゴー売ってました。ほんまや。けど高い。やっぱ1500円。1500円か。けど買っちゃった。持って帰るようで。なるほど。めっちゃ売ってたで、ここマンゴー。あとねこれめっちゃ気になってん。それ何？ヒューガナッツ。あ、ヒューガナッツな。これ宮崎の名物らしくてさ、宮崎といえばこちら。これ食べに行きたいねんけど。辛麺。え、3袋も。そう、大胆に。有名よな、うん、宮崎といえばみたいな辛麺。今食べれるやつ1個もない。そしてお水以上。え、嘘やろ。何しに行ってきたの、マジで。帰ってこいよすぐ。ごめんね、けどカワ君食べられへんの。これいつ買ったやつやから。なんか怒ってるけど。自分の買い物してきただけやから。ヒューガナッツを食べようとしている泉さん。無理や、指が入らへんよ。でしょうね。なんか黄色い柑橘系って硬いイメージある、うん、ビタミン、ミネラルなどたっぷり含んだファッショナブルな果実です。ファッショナブルな果実。嘘やん。ほんまや、書いてある。おしゃれな果物ってこと。だからモデルさんとかが食べるってことじゃない。あ、なるほど。そういうビタミンとかも取れるから、うん、やっぱビタミン。じゃあそのチラシとビタミンでポージングお願いします、うん、よ。ヒューガナッツ、さあどうするよ、こっからよ。4時や。でももうね、明日にはキャンピングカー返さないといけないんですよ。いや今日進んどかなあかんな。明日絶対しんどくなるな、ね、キャンピングカーをね、まあ、存分に味わったんじゃないかなと。この車内でいろんな食べ物食べました。もうもしかして締めにかかってる。え置いた方向から変えるのもあるんですけど、うん、かなり時間がかかるので、うん、来た道戻りますか。やめて、イズの聞いてくれ。くるぶしはじゃあほんまにまたみかん買いたい。知らぬい、めっちゃ美味しい。あれマジ発想するわ。知らぬい発祥の地知ってんで。え、行こうよ。あ、熊本に行きた。え、それ行って戻ろう。いいことだけ、いいことだけ。あ、もう揺れてる揺れてる。あ、待って、イズの携帯どこ行った。え、最後に作ったとこどこ。チキン南蛮屋さんまではあって。え、さっきまでそこで触ってたよ。このさ、線に繋がってないもんね。え、やばいやばいやばい。え、トイレということで、ちょっと進み出したんですけど、泉さんの携帯がないとおっしゃいまして、またビタミン館に戻ってきました。心当たりは。いや、これ今見てね、見返して、伊豆が出発する瞬間携帯手に持ってるかっていう確認をしようと思って。チキン南蛮屋さんでは前で調べてて。うん、だってそこは降りてない。降りてないね。さっき降りたのはトイレだけやし、ブーブーの音が全く聞こえてない。デジャブー、デジャブー。もう嫌やって、ほんまに待ってるな。え、どこどこどこ、どこどこどこ。え、後ろではない。前前前前前。え、見ちゃう。ここの、ここの、この中に入ってた。誰やこれ犯人。え、マジでありえへんわそれは。え、これ犯人誰。犯人誰とかじゃない。犯人はイズやろ。ほつれた。早めに気づいてよかった、ほんまに。よし、出発しようか。少し映像が乱れましたが、ただいまの時刻が16時8分ということでですね、修羅の井の里に向かっていきたいと思います。めっちゃお騒がせしてるで。言っとくけど、けど戻れただけ嬉しいし、ありがとう。なんかありがとうすぎる。伊豆の携帯が誰かの
手によって売買されなくてよかった売買闇の組織危なかった。めっちゃデータ入ってるからな。やっぱり譲るわけにはいかない。譲るわけにはいけない。譲るくんや。はい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 。まあ九州を縦に下ったような、うん、横断ね。そうやね。ほぼ縦断ですね。縦断ですね。まあ着いたら19時なんで、うん、全然今日は移動です。もうあとは警告なって映ってるから GoPro に。残念やけど。はい、捉えました。体調は日常的にもう最低。ほんまに何がもうならこっちにしてくる。こういうことするの嫌やめっちゃ嫌。お父さんにされてめっちゃ嫌やったもんそれだから嫌なことされてまた嫌になってまた嫌いになりそう嫌やそういうの。でもちっちゃい時これやられたら嫌やろ。嫌やった記憶ある。じゃあやめとってでもなんか自分がする立場になったら気持ちいい私後ろの席からお届けしております。ベルトはこんな感じで、着用しておりまして、ちょっと師匠とね横でこう手をつないで座ってるんですけど、なんかずっと小刻みに揺れてるよな。景色はいいねんけどな。あ、パーキング出てきた。できた。うん、お願いします。はい、サービスエリアで一旦休憩を挟みたいと思います。昨日食べたささみ出てきそう。モテナスエビのこちらでですね軽食を買ってきました。カリカリスティックポテトが食べたいと、うん、なんか甘いもの食べたい。水見さんおっしゃられておりました。なかなか雨止まないですね。雨やな、ほんまにずっと雨やな。何一日の画角これやわ大丈夫こっから動いてない、うん、どこ行ってもこれ。なごみ温泉安らぎの湯到着しました。ただいまの時刻は19時31分ですね。本日の家族風呂、今回はですね脱衣所とつながったパターンです。温泉の感じはいいねんけどな。脱衣所がな、暖房がないから。ということで、今日の晩ご飯ですね、スイートマヨネーズサンド、九州限定、ことの発端。パーキングエリアで休憩して、さつまいも食べた。そこまでは元気やった。うん、で、そこから、まあ、50分ぐらい温泉に向かって走ってる時に、途中寝ててんけど、起きたら、見覚えのあるじゃん起きたら横でこうやってるゲロ出るってとりあえずサービスエリア1回寄って一ゲロされたかな。でその次お風呂屋さん到着しましたって言って GoPro でお風呂を取って、うん、で3人でお風呂使って上がったらトイレでこれちょっと泣きそうやからトイレ行ってくるって言ってなその間もな師匠も吹かなあかんし、しかもお風呂めっちゃ寒くてな。そう、お風呂めっちゃ寒いからとりあえず師匠服着せなあかんと思ってすっぽんぽんでこうやって頑張ってめっちゃ寒かったやろ。めっちゃ寒かった。それがあって、で今ですね熊本県の宇城市っていうところにいるんですけど、こちらイオンですね。このイオンで師匠のご飯をとりあえず買ってですね待機してます。ここでも戻しちゃってトイレで耐えられへんくて。ここで 2,3 回行ってるよな。行ってるな。いやさすがにやばいと思って。さすがにやばい。でさすがにおかしいと思って上でもちょっと休ませてもらってんけど、うん、カー君が師匠にご飯あげてくれてる間、うん、手震える。びっくりしすぎて。違う違う、忙しすぎて、うん、なんか震える。やったことないことが一気に重なったからか。あ、食べたいねんって。なんか最終日にしてやば、ほんまにやばいかも。寄ったっていうレベルじゃなくない。ここまで廃棄出したらな、うん、九州、しかもキャンピングカーでこの状況はさすがに終わったと思った。このまま緊急搬送とかなったら、うん、完全に終わってんな。どうやっても帰られへんし、まず入院とかなったらまためっちゃ大変で、それはそれで九州で入院してな。いやいや、でも今元気やけど、まだ。いや、わからん、確かにちょっとまたなってきたかもしれない。ちょっと急ぎますね。こんな感じでちょっと多分今日はもう動画撮れないと思います。現場からは以上ですね。現場からは以上です。おはようございます。本日はですね
ャンピングカー旅5日目、デコポン発祥の地、知らぬ町にやってきております。最終日です。最終日です、長かったキャンピングカー旅も本日で最終日となります。はい、昨夜ですね、事件が起こりまして、なんとか泉さん体調を立て直したと言っていいんでしょうか。ダメでしょうか。やばい、吐き気は止まったけど、やっぱり何やろな、何なんやろこれ、分からへんけど多分体調悪いんやろうなっていう感じ、まあ、疲れとか、いろいろ重なって、うん、そうだね、日本人が変えるということで、もう本当にね、やっと終わったかっていう感じです。今回に関してはなんかいろいろ大変やったな今回は。いろいろ大変やった、ヒーターの件も大変やし、ということで知らぬ湯を購入しに行きます。いや、ちょうどなんか柑橘系めっちゃ食べたかった、もう昨日全部出し切ったから、もう水分も全部出し切ったからもうなんか胃がなんかようわからんことになってて今。そう、けどなんか柑橘系をめっちゃ食べたいから。外歩いたら全然違う。ちなみにこっち側ね、あの海なんですよ。え、すごい、めっちゃいいとこやん。そうです、最終日にふさわしい。ふさわしいな。あ、いっぱい売ってる。え、めっちゃ売ってるやん。まけどやっぱいい値段、1500円。あ、ほんまや。けどいいよな、うん、こんなにいっぱい入ってるんやったら。あ、あっちもあるね。みかんをですね、大量に買ってきました。今日その知らぬいと、うん、あとネイブル。え、知らぬいやった、やっぱりそれ。木の豊って書いてあったんやけど、多分それがデコポンのことで知らぬいのことやと思うねんけど、うん、だけどここが発祥の地って言ってたもんな、うん、売ってないはずないよね。売ってないはずない。これが多分そうやと思うんですけど。すごい。けどいいお値段、1500円。安いんかな。いっぱい入ってるから。まあ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 、確かにネーブルです、ね、それも気になる。400円そんなに入って。知らぬいが糖度15で、ネーブルが糖度16って書いてあった。え、なんでそんな詳しい。え、書いてあって、すげえ。こっちの方がちょっと甘い。農家さんよ。このみかんたちをですね、大和運輸に持って行って自宅に発送。食べへんの今。食べます。うん、うん、うん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 。あ、全然酸っぱくないこれ。この酸味なんか、酸味ってか、もう、あ、泉さんちょっとまた体調を崩されてまして今画面に入ることはできないんですけどこの皮まで食べれるのがまた嬉しいよな、うん、このまま食べてこんな柔らかいんやっていう、みずみずしさ。うん、だいたい皮ってさ残るけどさ口に、うん、なんかなくなるような。残らへんな、うん、体調崩すと良くないな当たり前やけどもうこっから大阪に帰る道のり考えただけでも無理かもしれない。でも今日中には家に着くから、みんなみんな頼れるのは父しかおらん我が家のみんな連れで、うん、帰らなあかん。大和運輸はここから10分ぐらいにあるから、うん、とりあえず行ってっていう感じで行きますか。はい、また駅でお会いしましょう。駅、いや、まだ分からんで駅じゃないかもしれない。あ、そうか、うん。牛たき弁当と鶏明太子弁当、こちらを食べながら大阪に帰ります。もう最後地獄すぎた。最後もう地獄すぎたよな。これは帰ってたからということで、帰ってきました。空いてるんですけど、ちょっと宮崎お土産を語りながらどんな旅だったのか振り返っていきたいなと思います。こちらのマンゴーですね。あ、そう、たまたま見つけたマンゴーをね、これ切ってきます。お願いします。その間にお酒作り、このユゾニャンっていうお酒、帰りのねお土産屋さんで見つけたんですけど、これが結構美味しいねんな。それ空港で見つけたやつな。あ、空港か。空港ちゃうわ、新幹線。新幹線乗るところか。うん、これ結構ね濃い感じの柚子でめっちゃ美味しい。どこで作ってるんやろ。宮崎県やって。あ、そうなの。うん、これに日向夏を入れたら絞るん。まあ、切って入れたりとか、絞そう入れてスプーンで潰してもいいし。じゃあ絞るわ。うん、贅沢使いやん、これ。そう、めっちゃ美味しいね、それ。ついでにちょっともうないんですけど、あの途中道の駅で購入したみかんたちね、やっぱ結局あれが美味しかったな。知らぬい、知らぬいが一番美味しい。美味しいな。次に日向夏かな。
ネーブルも美味しいけどな。そう、ネーブル美味しいねんけど、剥くのがちょっと大変っていう、うん、気軽にすぐ食べられへんっていうのでな。そうやね。え、ちょっと飲んでみるわ。はっぱーい。あ、美味しい。美味しいやろ。うん、めっちゃ高級になった。道の駅ね、マンゴー買ったところの道の駅で見つけたこの激辛麺、響きっていうラーメン屋さん。これさ、宮崎で食べたかってんな、ラーメン屋さんで。あ、でこれが一番辛い、15辛らしい。あ、そうなの。うわ、美味しそう。マンゴー。では、宮崎ラーメン、もっとガボッといただきます。うん、熱い。ふうふうしてあるわ。汚い。いけ。え、ほんまに辛くないで。めちゃくちゃ辛い、はい、九州一周と言いつつ、うん、九州一周は全然できてないんですけど、大変やったな、意外に。笑いあり、涙あり、ゲロありの5日間。うん、しかも戻してるとこ取れてないのか、もう完全にアウトよな。戻してるとこ取ってもやろ。確かに。あれ、慣れへんこと、やっぱり5日間もしたからさ、うん、結構ドンと来てしまった、最終日に。え、そうよな、うん、もう次の日まで影響してたもんな。帰ってきてからもめっちゃちょっと体調悪そうやったよな。体調悪そうやった。やっとちょっと回復してきたかなっていうところで。確かに、うん、あれは結局自分的には何やったん？車酔いやったん？いや、わからん、あれ。いや、車酔いじゃないな、普通に疲れか。疲れかやった。なんだけ吐くの、だってめっちゃ久しぶりやって、怖くなったもん。え、そうね。今まで何回かキャンピングカー乗ったことあるけど、別に吐くまで寄ったことないもん、ね。うん、ない。しかもそこまで食べ過ぎでもなかったから、まあ別に多分体調不良でなんか体がなんか拒否反応を起こしての戻しやったんじゃないかなっていう。本当にもう5、6回入ってたんだよな、あれ。びっくりした。帰りの新幹線ももう辛すぎて、もうほんまに立ってられへんって言ってたもんな。え、立ってられへんかったという感じで、うん、まあまあまあいい感じのね、お土産をゲットして、うん、そう、お土産だけ買ってくれたのがもう唯一の救いかもしれない。お家でしっかり今楽しんでる。楽しんでる。あと美味しいグルメ今回結構食べれたような気がする。馬刺しとかな。そう、まあなんだかんだあったんですけどね、うん、良き九州旅でした。またゆっくりリベンジしたい。そうだな。今回けど温泉入れたりとかしたからな、ある程度楽しめたんじゃないかなと。うん、全然楽しめた。新しい九州旅になったと思う。そんな感じで、はい、これにて九州旅終了させていただきたいと思います。ありがとうございます。ありがとう。